日本のものづくりに私たちの力を参与。どうもかがちです。ゾノッチです。えぐちです。わー、今日はえぐちはカメラマンということですが、一応カメラつけております。お願いします。今日はと言いますと、一昨年から参戦しているミニバイクレースに今年も出場します、おという告知を行いたいと思います。ただ私今年も参加するんですけど、レース出場に関しては、まだ何も知らないです。素人です素人。わざとらしいないやだからこの機会にぜひちょっと学びたいなと思ってて、聞いてもいいですか？ダメです。まあしょうがないですね。では今日はこのライクアウィンの GP の告知とともに、まあ、バイクレースに出場するにはどうしたらいいのかとか、その辺の話を説明していけたらなと思います。では早速本編いってみよう。質問をちょっとまとめてきました、じゃあ早速ですね、1問目から聞いていきたいと思います。はい。本当は私と川内さん、まあ、今回レースに出場するんですけど、その素朴な疑問、普通の一般人、バイクを乗ってて楽しんでるエンジョイの人みたいな方でも、そもそもバイクレースって参加できるもんなんですかね？それは簡単にできます。え本当ですか？簡単って言ったんですけど、バイクのレースの種類もたくさんあるんですよね。なので、まあ、その辺からちょっと説明していけたらなと思います。はい。バイクのレースの種類なんですけど、まあ、ご存知の通り、かがちが取材に行ってる全日本ロードレース選手権、これはプロのバイクレーサーさんが走ってるプロのレースです。よく見るやつですね。よく見るやつ。排気量も大きい 1000cc だったりとか 600cc だったりとか、大きなバイクでプロの技術を持った超速い方々が走っているのが、まあ、全日本ロードレース。全日本ロードレースは野球でいうとプロ野球、サッカーでいうと J リーグみたいな感じの日本で一番大きなプロのバイクです。それ以外に、この一般人、バイクは乗ってるけどそんなにレース出たことないとか、サーキット走ったことないっていう方向けの 100cc とかね、 125cc とかちっちゃいバイクで走るレースもあって、そのミニバイクレースの中でも特に出場しやすいのがライクアウィンド GP です。あーなるほど。レースといってもいろいろあるんですね。そうだから、サーキットも鈴鹿とか江口も行ったし、その内も行ったと思うけど、でかいじゃん。はい、大きいですけど、ちっちゃいサーキットもあるわけよ。そういうところでちっちゃいバイクでレースが行われたりする。ただそのミニバイクのレースもまあたくさんあるんだけど、よりレース初心者でも出やすいのがライクアウィンドっていう大会でございます。じゃあちょっとそのライクアウィンド GP について聞いていきましょうかね。ではこのライクアウィンド GP に出場するにはどうすればいいのかをお聞きします。何だと思いますか？やっぱプロみたいにすごい技術が必要とかそういうこと。だからそうじゃなくても出れるって言ってんじゃん申し込みしないといけないから。そうなんだ。申し込みしないといけない。大会に出る時は申し込みはしなきゃいけません。ライクアウィンドに関してはウェブで情報を記入してエントリーボタンをペイって押すっていうところになってきます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてバイクに乗るっていうことなんで、免許って必要ですよね？レース出るのにはね、必要ありません。えサーキットは公道じゃないので、バイクの免許が大型二輪とか中型二輪とか持ってなくても出場が可能です。なのでプロのレーサー、さっき言った全日本ロードレースに出てるようなプロのレーサーさんでも自動二輪の免許、公道を走れる免許を持ってない方もいます。へえ。エグッチも出れるよ。本当ですね。取っちゃおうかな。ブログとかでちょっと書いたりした時の知識なんですけど、なんかライセンスとかって必要ないんですか？ライセンスって言葉、まあ、エグッチはこうよく知ってるなっていう感じなんだけど、確かにライセンスってあって、ライセンスって何かっていうと、いやバイクレースに出場するための免許みたいなやつで、資格で、これねあるのは確かに、こうクラスがたくさんあって、全日本に出る方は一番上のやつ持ってなきゃいけないよとか、いろいろこう決まりがあってライセンスがあるんだけど、このミニバイクのレースに関しては必要ない場合が多いです。ライクアウィンドももちろん必要ない。でさらにサーキットごとのライセンスがないと出れないっていうレースもあるんだけど、ライクアウィンドの場合は必要
ありません。なので江口でも出れるよ。出れちゃいますね。畳。そうなので結構ハードルは低めで出れるかなと思います。はい、じゃあ続いての質問に行きたいと思います。はい、このライクアウィンド GP 何か車両それ専用を用意する必要ってあるんでしょうか、うん、ミニバイクレースなのでレギュレーションが決まってます。レースに出るときに車両のねルール決めとかないとミニバイクレースなのにクソみたいに速い大きなバイクで出たら勝てないじゃん、はい、だから何のバイクで戦うのかってい こう決まりが決められてるんだけど、ライクアウィンドの場合はホーストのバイクは 125cc までで、ツーストのバイクは 80cc ま でさらに、ホイールインチは10インチ以内かなって決められてる。だけど初心者でも出やすいっていう理由はこれスクーター化なんです。あなので普段は大きいバイク乗ってて大きいバイクのレース出るのまだ不安だな、初めてレース出てみたいなっていう方は家にもしスクーターがあれば連れてることが可能です。もし車両持ってないとしても比較的こうチャレンジしやすいんじゃないかなと思います。それはいいですね。ちなみにカガッチは 100cc の NSF100 っていうそのレース用のちっちゃいバイクを持っているのでそれで出場します。はい、では次レースに必要なもの、うん、装備だったりとか、うん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 、どういったものがあるか気になります。何だと思いますか。ヘルメット、グローブ、あとプロテクター、うんうん、まあ必須かな。そうだね、必ず必要なのはヘルメットになります。これは行動でもヘルメットかぶなきゃダメだと同じように、はい、サーキットでもヘルメットかぶなきゃいけません。でドライクって3種類のクラスに分けられてて初級中級上級ってあるんだけど、初級クラスに関してはさっきゾノチが言ってくれた肘と膝につけるプロテクターがあれば出場できます。で中級上級になるとプロのレーサーさんたちみたいなつなぎとブーツと手袋みたいなのがちゃんとレース用のが必要になってくるんだけど、初級クラスはつなぎがなくても出ることが可能です。へー。はい、では次の質問いきます。やっぱり練習ってした方がいいんでしょうか。いいんじゃないの。それはした方がいいよ。話を聞いていると結構初級は初級でも、うん、もっとこう本当の初級というか、うん、一般の人でも参加できるよっていうぐらいなので、うんうんうん、そんなこうやっぱり練習する必要ないのかなっていうイメージなんですけど、まあ、初級はバイクレースに出る時の不安要素の一つとして速い人がたくさんいるから怖い、みたいなのがあったんだけど、ライクの場合は超中級上級でタイム制限が設けられてるね。何秒切ったらダメですよみたいな。だから同じぐらいの速度の人とレースができるわけ。だからすごい速い人と一緒に走ることはない。同じぐらいの人と走る、まあ、比較的こう安心かなとは思うので、まあ、練習する時間がなければ初級のクラスに出る方は、まあ、一発本番でも行けなくはないかなと思いますが、まあ、練習1回ぐらいはした方が安全かな。中級上級になるとやっぱスピード感が上がるので、はい、やっぱり勝ちたいでしょ、出るからには。中級上級に出るぐらいになったらやっぱ勝ちたいと思うので練習をして勝ちに行くという感じが多いんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、はい、ではここからは実際に SNS で募集した質問に答えていっていただきます。おー、いつの間にやってきました。一つ目、膝って擦れなきゃダメですか。膝は初級クラスですることは難しいと思う。膝するにはスピードが必要ないよね。あれスピードがあるから遠心力で結局バイク倒しても転ばない。ゆっくり曲がったら転びます、倒したら。普通に。まあ、初級クラスはそんな膝するとかすらないとか気にしなくていいと思います。で中級上級になっていくとスピード感は上がってくると必然的に膝はする。ことになるんじゃないかなと。はい、次、やっぱり早ければ早い方がいいですよね。それはだってその人によるんじゃない。あ、だって早くなかったら勝てないよ。何のためにレース出んのっていう。サーキットを走ってみたいだけだったらレースじゃなくて走行会もあるからね。あ、そう、まあ、レースってなるとやっぱ勝ちたいじゃん、うん、それが楽しいわけだから、うん、やっぱ早くないと勝てないので私は早くなりたい。どう、ゾノちゃん、早くなりたいですよ。私風になりたいです。風になりたい。私も光になりたい。はい、次、レースに行ってたらモテますか。これはモテるんじゃないでしょうか。
どうですか女性陣、それかっこよく見えるんじゃないかな。逆に女性もモテると思うよ。乗っちゃったな。樋口さんワンチャンありですね。はい、では次の質問いきます。はい、レース経験があることによって、うん、普段の運転って上手くなりますか。あ、行動のってこと。はい、それはね、間違いなくなる。なりますね、これは間違いなくなる。感じます、感じます。行動ってさ、対向車がいるから、はい、そんなになんかいろいろ試せなかったりするんだけど、はい、サーキットだと対向車いないから、はい、いろんなことをこう考えながら走れるので、行動を走った時に、あ、なんか成長してるかもと思うよね。思います、めちゃめちゃ。それはすごい感じる。私も1回しかまだ参加してないですけど、うん、だいぶ変わりました。タイムを縮めようとか思うと、必然的にこういろんなことを考えて走ってるんじゃないかと思います。ここでちょっと一旦ライトアンウィンド GP の概要を説明しようと思います。ミニバイクのレースで、レギュレーションはさっき言った通りで、初級、上級、中級、そしてショップ対抗と4つのカテゴリーに分かれています。で、この初級、中級、上級は耐久レースになります。初級は60分の耐久レース練習、中級、上級は80分の耐久レースで、ライダーは2名まで。で、ライクアンウィンドウが他のミニバイクの耐久レースとかと違うところがあります。耐久レースって分かるよね、60分とか80分の中でたくさん周回できた人が勝ちなんだけど、ライクはさっきも言ったようにバイクレース初心者でも参加しやすいように、ライダー交代するタイミングでゲームがあります。それが年によってゲーム変わるんだけど、去年はパラシュートみたいなちっちゃいおもちゃをピュイッて投げて、こうダーツみたいなやつにドンって落ちたところの得点をゲットできる。そう、得点というか周回数なんだよ。周回数をゲームで稼げるって、稼げるしマイナスにもなる。怖い。で、一応ゲームをしなきゃいけない回数が決まってて、最低回数とマックス何回までゲームしていいのが決まってて、そこはチームの作戦で、マイナス出たら怖いから必ず入らなきゃいけないその回数だけ入って、あとはちゃんと走って稼ごうとか、そこはチームの作戦よりエンタメ要素というか、はい、走るだけじゃないこう楽しみっていう要素も含まれているレースになっています。で、スプリント、これね、ショップ対抗って言われてるんだけど、これは単純な競争、周回10周回分かんないけど、まあ、その周回数をトップでゴールした人が1位みたいな。ただこれもゴールした後になんかゲームがあるはず。え、怖いな。怖いですよね。みたいな感じで、あの、初心者でも走りやすい、参加しやすい、楽しめるレースがライクアウィンドになっています。じゃあ戻りますね。はい、ライクアウィンド GP のお話でもちょっと出てきたんですが、うんうん、チームっていう言葉が、うん、友達がいなくぼっちですが、一人でも参加できますか。頑張れば初級クラスだったら自分のスクーターで出れないこともないのかもしれんけど、うん、基本的にはやっぱりレースなので、バイクが壊れた時とか、ね、対処が必要なので、バイクをこうちょっといじれる人、まあ、中級上級になるとちゃんといじれる人とこうチームを組んで出てください。危ないじゃん、出ないと。そうです、ね、バイクが壊れてたらね、一応こう何レース始まる前に車検とかあるから、うん、ちゃんとこうレースに出れるような状態になってるかっていうのは見てもらえるんだけど、そもそも論それの持っていけるかどうかっていうのもあるわけじゃん。まあ、自分で詳しいんであれば別にできるのかもしれないけど、まあ、何かでやるのが楽しくワイワイできると思いますが、一人の場合はもうじゃあかがちに言ってください。おー、出るの。おー、いいですね。ハイさんも一緒に走れますよ、皆さん。激ワソですけど。はい、では最後の質問です。本気でサーキット考えてるんですが、費用のトータルってどれくらいですか。気になりますね。気になりますね。まずエントリーフィーはもちろんかかります。どの試合でも多分そうでしょう、ね、それ以外にやっぱ車両、ミニバイクもいろんな種類があるので、そこはちょっと自分で調べつつどれがいいかなっていうのを探してもらえればいいと思いますが、ガチでやろうと思うと、はい、やっぱり車両買わなきゃいけないっていうところプラスして、予備部品とか検討した時に置き換える部品が必要だったり、あとタイヤ、行動用みたいにずっと同じの履けるわけじゃなくて、何回か走ったら使えなくなるので、なのでタイヤは変えなきゃいけないんで、バイクの車体っていくらぐらいするんだろうね。カナッチは中古で買ったので20万、そのぐらいかな。そこにまあ自分で乗りやすいようにいろいろカスタマイズしたりとか、部品つけたりとか予備用意したりとか、
なんで、まあ、トータルで考えると普通の趣味よりは絶対高いのは間違いないと思います。つなぎもいるしね。何にも持ってないって仮定すると初期投資5、60万になるのかな。おでもつなぎも、うん、そうつなぎもハガッチ持ってるような強度とかいろんなこう、うん、メーカーがあるんだけど、うん、そんなメーカーもじゃなくて5万ぐらいで売ってるつなぎもあるから、うん、ちゃんとしたメーカーのは20万とかするんだけど、でもその分安全性がもう何倍も違うんです。車両代が一番かかるんじゃないかな、うん、そうですね。そんなもんでいけるんじゃないかなと思います。あとは車両をどれだけ安くそれこそヤフオクで買えるかとかにも違ってくるのかなと思います、うんうん、はい、ということで、皆さんの質問は以上となります。はい、では最後に今年のライカーウィンドウの3402レーシングの体制を発表したいと思います。あ今回初級クラスに1チーム、中級クラスに1チーム、上級クラスに2チーム、そしてスプリントショップ対抗クラスに2名。わお。バイクはガッチのバイクとよく YouTube に出てくる平田さんのバイク2台で出場します。そして参加メンバーはどのっちは初級です。お1人です。初級クラスを1人で優勝狙いに勝ちでいきます。おーすごい。行きます。初級クラスは去年どのっち初めて出たんだけどタイムの切っちゃいけ47秒なんだけど切っちゃうんよ。切っちゃうと周回にカウントされないので、なので今回はどのっちの目標はゆっくり走って47秒で回り続ける。で中級クラスには社長が出ます。カガッチは上級クラスです。素晴らしい。すごい怖い。カガッチはその速くないんだけどちょっと中級クラスが枠もいっぱいだったってのもあって去年に引き続き上級クラスで練習しながら走ろうかなと思います。サイオコヌのバイク好きな平田さんも上級クラスに出ます。まあ、ということでガチでどのクラスも優勝を狙っていく3402レーシングなので応援に来てもらえたらと思います。6月の30日です。生駒サーキットです。という感じで結構ワイワイしているレースなので皆さんぜひ応援に来てくれたらと思います。バイクに乗っている方なら楽しめるじゃないかなと思うのでぜひぜひバイクレースも皆さんチャレンジしてもらえたらなと思います。疑問点があれば分かることも限られているんですがコメントで聞いてもらえたらなと思います。ということでライカーウィンドウ応援してるよ、バイクレースやってみたいなという方いいねボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。では今日はこの辺でダバッ。まんつねー。